真面目川は、山口県宇部市を流れる二級水系の本流。上流端の日山口県宇部市の男山に発し、未来港を経て、戸石川などを合わせた後、宇部市の中心市街地を南下し、巣を名なへ注ぐ。かつて、真面目川は、宇部本川と呼ばれ、日の口でほぼ直角に西へ曲がり、犬尾の海岸へと注いでいた。このため、周囲の湿地帯は、 水はけが歩く頻繁に河川の氾濫が発生し、有効的な土地利用が行われ、座れ地となっていた。1791年に、上村の領主となった、福原某淳はこの問題を解消するべく、1797年に、上本川を改修し直線上の流路とする事業を計画し、工事に着手した。工事には延べ約1万6千人が携わり、 翌1798年に延長約130メートルに及ぶ新たな流路が完成した。1801年、福原は改築によりできた新しい川を新川と命名し、同年4月10日には河川の修護と地域商業の発展を願って左岸の市街地に中津瀬神社を建立した。明治以降、沖の山炭鉱をはじめとする、 観光群で採款が始まり、川口付近に石炭石執行として宇部港が実行され、周辺地域の市街化が進んだ。新川は次第に地域名称となり、下流部両岸に新たに形成された市街地は宇部村の中心地であった上宇部地区に対して新川地区と称された。一方、川の名前は新川の間を占めることから、 はざまじめ川と呼ばれるようになり、これが転じて、現在の名称である、まじめ川となった。市街地部分は両岸にまじめ川公園が整備されており、1991年度の都市景観100、1000に、まじめ川周辺地区として選定された。2009年には、上流域の宇部市川上に治水ダムである、まじめ川ダムが完成した。上から順に、上流方面から、 内は交差する道路及び鉄道路線。新川大橋。ありがとうございます。